さあ始まりました、エイコーゴーの時間でございます。先日から私、プレイステーション4のフライデーザ・サーティー・ザ・ゲームというですね、そのホラーゲームにハマってまして、で今回ですね、自分で実況しながらプレイしてみたんで、そちらをぜひ皆さんにご覧ください。果たして私、カノエコ、13日の金曜日、ジェイソンからうまく逃げ切れるでしょうか。どうぞ。さあ始まりますよ。絶対逃げ切りますからね。ゲームを始めて約1週間ぐらいで、今一つまだ分かってないんですけども、なんとなくその1週間でも分かったのが、何が起きてるんだ、なんで出ちゃうんだよ。落ち着け落ち着け、焦るな。まず家の中入ったら必ず鍵を閉める。これはね大事。あと、おい待って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 、いきなり壊されたぞ。何が起きた？いきなり真っ暗になったぞ、真っ暗に。で、なんか引き出しとか開けてアイテムを探せばいいんでしょ？この携帯電話の意味がわかんねえんだよ。この携帯電話は何に使えんの？暗いんですけど。引き出しとかあったら率先的に開けてアイテムを、あ、武器。これ何の武器だ？なんかわかんないけど、なんか、ちょっと鉄系のものをゲットして、鉄系のもの強いんじゃない？で、窓は開けるのはね、なんか逃げるために窓は開けてった方がいいらしい。おい、また鉄系あるぞ、鉄系。どっちがいいんだ？どっちがいい？最初の、迷うな、最初のを信じろ。最初の武器の方が強いと思う。で、アイテムねえじゃねえかよ、全然よ。引き出しの数も少ねえだろ、この家。ハイリゾンだよ、ハイリゾン。あ、引き出しあった。いや、さっき開けたとこじゃねえか、これ。さっき開けたとこじゃねえかよ。落ち着けよ。お、あ、ま、ちょっと待って。出た方がいいね。出た方がいいね。ここは出た方がいいね。で、家を点々としましょう。ここ開けて。で、開けたら閉める。で、鍵をする。これがもう鉄則よ。アイテム、アイテム。引き出し、引き出し。で、窓は開ける。引き出しがないんだけど、引き出しが。あ、これか。何も入ってねえのかよ、もう。アイテム割る。何もない。爆竹。これなんかみんなね、バチバチね、これジェイソンに投げて使ってんのよ。今一つ使い方わからないけど。あ、鍵開いてんじゃん、危ね。で、このゲームは、この時間内ずっとジェイソンから逃げ切るか、車にガソリンとかバッテリーとかキー見つけて積んで、で、車で逃げるか、警察を呼んで警察に助けてもらうかとか、なんかいろいろ逃げ方はあるみたい。ただ一回も逃げれたことないんで。家探そう。暗い。てか人に誰も会わないんだけど。僕しかい、おい。なんか、おい、壊されてる。壊されてるってことは、ジェイソンが来たってことだろ？あ、地図あった。これ、あ、ちょっと待って。ブルブル言ってる。ザザいた。どうする？どこ撃ってんだよ。逃げて。いるよ。何やってんの？落ち着けって。落ち着けって。何やってんの？何やって、ほら、この野郎、怠慢だ、この野郎、爆竹、おい、死んでんじゃねえかよ。早いんだよ、開始早々5分じゃねえかよ。なんだよ、これ。どうやったら逃げれんだよ。
そういうことで、まあ初めての実況ですけども、約5分ですね。何もすることなく、なんか叩き切られました。お疲れ様でした。もう一回やってみましょう。お、待って、ちょっと待って。皆さんちょっと待ってください。トミーっていう男が来ました。トミーっていう男。これはですね、誰かが無線を使って仲間を呼んだんです。そうすると、このトミーっていうキャラクターをランダムで使えるようになるんですね。僕早めに死んじゃったんで、どうやらトミーを、僕が使えるみたいですね。で、トミーは、かなり他のキャラクターに比べて、ステータスは相当いいみたいです。よっしゃ。これでジェイソンぶっ殺せばいいんだろ？オッケーオッケーオッケー。あ、トミー、ほら、トミーのマップ見てみ？もうみんなの位置とかジェイソンの位置わかんじゃん。最高じゃん、トミー。よっしゃ。もう助けに行くわ。このね、トミーのこの、ライフルっていうの？鉄砲？背中に背負ってる。これ相当威力強いから。これジェイソンにぶちかましてやりますよ。ぶちかましてやりますよ！ほら、いるわ。アホみたいに。爆竹。これみんな戦っ、おい、みんな戦ってる、おい、ごめん、遅れて、遅れてごめん。俺が狙い撃つ。ジェイソンを狙い撃つ。俺が倒す。あれどこ行った？来るよ。ジェイソン、俺が倒す。なんだよ、こいつ。ふざけやがって。うと、あ、来た。この野郎おら、よし、当たった。よし、当たった。ナイス、俺。よし。ナイス、俺。で、どうしたらいい？こっからどうしたらいい？みんな待って。みんな待ってって。これ家の中に入った方がいいよね。家の中に入って、武器。なんか武器ない？初めて当たった。初めて鉄砲当たった。あ、待って。静かにしろ。消せ。電気消して。静かにして。武器ない？武器ない？なんかどっかですごいこと起こる。一回冷静になって武器探そう。落ち着こう。で、入って、で、鍵は閉める。気温忘れんな。あ、爆竹ある。俺、これなんとかなるぞ。俺がトミーだ。あ、武器あった。おい、しかも手付け。窓開けて。お前、入ってきたら鍵閉めろ！入ってきたら鍵を閉めろ！もう。逃げれるポイント探せ。逃げれるポイント。ここだな。来たよ。ねえ。車。ねえ、車誰も何もやってないじゃん。車の鍵ありました。ガソリンとかどこにあん、あ、ガソリンあんじゃん。こっちにガソリンあったぞ。これガソリンだよね。これガソリンで、これ持って、車に入れるんだろ？こっちバッテリー。ガソリン。L1。L1。よっしゃ！ガソリンオッケー！ガソリンオッケー！あとバッテリー。おい、お前、俺の武器止まってくなよ！
来たよ。ね、来てるよ。ね、来てるよ。ほら、くっそ、くっそ、くっそ、ナイフだ、ナイフ攻撃だ、ナイフ攻撃だ、ナイフ攻撃だ。よっしゃ、逃げろ、逃げろ、ナイストーミー、ナイストーミー、ナイストーミー。ねえねえねえ。めっちゃ笑ってんじゃん。ねえ、追いかけられてない？ちょっと待てよ。冷静になれよ。車のガソリンは入れました。バッテリーだね。次はバッテリーってやつを入れるんだけど、そのバッテリーを、誰も入れないか。俺がやるしかねえか。俺がやるしか。いるんだもん。これどうすんのこれ。俺、脳武器だよ、脳武器。隠れ。体力。静かになったよ。いたわ。ね、これどうしたらいい？奥にいるんだよ、ほら。ほら、逃げてきた、逃げてきた。バッテリーあるよ。これじゃない。あ、鉄砲ある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 。あ、バッテリー。バッテリーこれ？誰だ、トラップあんじゃねえかよ、騙しやがって。くっそ。ある。爆竹、離せ。ちょっと待って、死んでんじゃねえかよ。誰だよ、トラップは。トラップかけたやつ、誰だよ、結局2回死んでんじゃねえかよ、2回も。ムカつく。またやります。初めての実況、2回やらせてもらったのに全滅でした。さあ、ご視聴ありがとうございました。残念ながら、ジェイスに捕まって殺されてしまいましたけども、でもですね、いつも殺されるんですけども、やっぱやっちゃうんですよね。次のゲームへと。でジェイソンはジェイソンで、やっぱりこう全員をこうやっつけなきゃいけないっていうですね、向こうも本気のぶつかり合いですから、本当にこのゲーム、ぜひですね、おすすめです。カノエコーがこのジェイソンから逃げ切って脱出するところも見てみたいと思う方ですね、僕も頑張りますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。さよなら。